皆様こんばんは、キズナ長崎です。キララちゃんがだいぶ下なんですけど、 UFO キャッチャーアップしてたところが、なんとあっという間にもう3000、5000、7000、8000となって1万回超えてました。びっくりしました。1万回突破記念ということでございまして、皆様にジュース買ってきました。で、最近出会えました、名前が決まりました、決まりました。あー、ルレツが回らん。まだちょっと寒いです。のぞみちゃんです。よいしょ。くーちゃんが何を見つめてるかって言いますと、これです。このシリーズイカそうめんがあったらいいなと思ったらありました。いつもこの硬いやつ買ってました。だいたい毎日食べてます。まあ3日間ぐらい持ちます。結構量が入ってますんでね。イカそうめんがあったらいいな、であったからおーって思いましたよ。イカそうめんはイカのどこの部位かって言いますと、まあ、変えてないかもしれませんけど、イカの耳です。うん、変えてはないな。うん、イカの耳を加工した、加工してこう細く切ったやつですね。イカはですね、耳、体の身より硬いですので、お刺身する時にも結構もうイカそうめんってもう本当に細く細く切ります。このなんかキャラクターが好きでですね、個人的に誰が描いたんだろう、調べたら出てくるかもしれんけど、まだ謎です。スタンプがあったら買いたい。あ、ダメや、パスワードを忘れた。買いたいスタンプはいっぱいあるんだけど、のり弁当が割引で200円ちょっとでした。トラドシということでございまして、これはですねまだ食べませんけど、小さい頃からあります。寒天みたいな羊羹じゃないんだ、寒天ですね。寒天とこのふわ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 した甘くてとても美味しいやつです。紅白で、お正月縁起物ということで、長崎ではストアどこでも見かけます。で、ヒラス12月31日、刺身切るところ投稿してますけれども、3日間寝かしたやつです。ちょっといただきましてですね、ブロックをちょっといただきたいと思います。つけすぎたかわさびを。あー、よかよか。うん、ハラミなのに、ハラミなのにトロみたいになってます。うーん、不思議だなこりゃ。そして215円でした、カツオのブロック。見た目はマグロや。いただきたいと思います。あ、ポン酢、あ、醤油、今日も醤油でいただきます。のり弁当が210いくらやったって、さっき言ったかな。いただきます。コップを用意したのにそのまま飲んだという。ちょっと斜めにしてからの、こぼすなよ、やらかすなよ、この辺で止める。うわー、こぼした、こぼすなよっていう後にこぼしたよ。
慌てない慌てない、一休み一休み、あーあーあーあんだってまあこんなこと、あーあーいただきます。何味やこりゃ。海苔弁当とビールはのコラボはうんおすすめできません。あーしかしながらうまい、絶対大丈夫と思ったとかってんな、やらかした。まだ目にかってして思い通りにはいかんもんでございまして、なんだってば、あーあー汁が汁が、うん、音速で食べる、いただきます。カッカッカッ、うまい。ゆっくり晩酌していきたいと思います。今日はくーちゃん座っとったとね。今日はスポットライトは名前が決まったっちゅうことで、のぞみちゃんと1万回視聴突破ということでございまして、口元がなんかこう白いのがついてるんじゃなくてなんか白っぽくなってしまって、なんかお米を食べたみたいになってます。スポットライトはキララちゃんとのぞみちゃんでした。よいしょ、ゆっくり晩酌していきたいと思います。さあ寒かった、今日は初仕事ちことで遅番でした。遅かったら遅かったらでいろいろ安いものが手に入るわけでございまして、はあ、割引も最高、うん、T シャツに割引っていうやつがあったら来年買おう。買ってどうするんや。